ちは。こんにちは。ひろかさん、今日は盗塁のレッスン2ということで、はい、時間切れだったの前回。まあ時間切れでもないけどな、あんまり長くなるとやっぱ集中力がなくなるというか、見てる方もね。で俺もこんがらがってくるという、うんうんうん、でこれはなんか豊か塾、高木塾、うん、なんか、ね、もう里崎のパクったからねいただきますよ。いただきます。あの塾をパクりました、うん、あいつはね調子よくやってるから、なんか盗塁を刺すなんとか軸やるらしいからさ、そう、もう絶対セーフにならないと。で、はい、この前の続きで言えば、うん、何が大切か、まあリードが大切って言ったよね、はい、まずね。でリードしたけども、じゃあどういうスタートを切らなきゃいけないかっていうことがある、うん、はい、まあ例えばこうやって、まあ土があるよね、うん、でこう絵が下手なんだよね、これ人だこうスタート切ろうとしてる人なんだよ、いやダメか、ちょっとあれですね、なんかもうちょっと前傾、いやこれはあの走路だよ、走路、あ、走路、走路、横から見てるんですね、これ。いやそうだよ、横から見ないと俺の説明はいかないから、ちょっと色変えるか、そうです、気持ちを変えて、あ、じゃあこれ土だな、うん、まずこう、まあ走路があるじゃない、はい、ね、でまあこうリードしてて、うん、こうリードしてるダメか、俺絵心全くないんだよ、ないですね、ないんだよいやいや、まあリードしてるね、リードしよう、こうやってリードしてる、はいはい、ね、でいざスタートの時、うん、こう前傾を取っていく、はいはいはい、ね、うん、うん、全然なったかいいですよ、なんとなく雰囲気出てます、はい、でその時に一番大事なのは、うん、パーンとこっから浮かないということなんだよ、あ、こう沈み込んでいくっていうことなんだよ、ね、こういう形に低く、はい、これなんでかわかる、スピードが出る、あの中間層が伸びなくなるんだよ、浮いちゃうと、ここ推進力が上に行っちゃうから力が前に伝わらないんだよ、こう上には伝わるけど、はいはい、そうなってくるとできればこっちに推進力を使いたいわけだ、はい、だから前傾をする、その時に大切なのは膝の使い方なんだよ、うん、膝、うん、膝がいきなり伸びたら上に行くでしょ、はい、そうですね、送らなきゃいけないんだよ、セカンドベース方向に、はい、まあ例えばこうやってあったら、まあこれが膝だとしたらこう送るんだよ、こっち向きに、うん、はいはいはい、だからこう送ってこう伸びたら上に行っちゃうでしょ、そうですね、だからこう使いながら体重移動で、なるほど、そこからそこから浮かないように前傾していかなきゃいけない、そのコツっていうのは膝を送れた時に目線が大事なんだよ、うん、いきなりセカンドを見ちゃうと、うん、だいたい浮いてしまう時があるんだよ、体が、はいはいはい、だ目線は自分のつま先を見る感じでスタートすると浮かないように出る、ちょっとこう頭も沈んで、そうそうそう、そのまま体重移動できる、うん、そう、そしたら中間層が乗るんだよ、でもこうポーンと力んで力が入ってバーンと出ちゃうと、推進力がこ上に行ってこっちに行かないから中間層が伸びないんだよ、トップスピードに入るのが遅くなる、あ、アウトになっちゃう、アウトになる、確実にこういう使い方をしたらアウトになる、うんうんうん、だから推進力をこっちに使う、そのためには膝をセカンドベース方向に送りながら目線は足のつま先を見る形でこう沈み込んでいくと、だいたい沈まないで、あの浮かないで推進力はこっちに使えるという、なるほど、私なんか試合見てて選手忘れましたけど、確かにみんなこうやって走りますね、下向いてる、下向いてる、うん、地面向いてる、だから浮かないように浮かないようにしてるんだよ、あ、そういうことだったんですね、うん、なんかこうボールの行方見ちゃったりとか、うん、次の、セカンドベース 見そうになるんですけど、だから F1 でもさ、こう羽がついてるじゃない、それ車を空気抵抗で押さえつけるためじゃない、はい、そのまま行ったら空と飛んであるでしょ、そっか、空飛ぶっていうことは推進力が上に行ってるっていうこと、羽で押さえてる、頭で押さえてる、
そうなんだ。そうそうそう。じゃあ私たちこう素人から見てもこうこれでこう盗塁が上手い人、走り方上手い人は分かりますね。いや分かる分かる。分かる分かる。だからね、あの福本さんとかもう1シーズン108個かなんか106個だったかな、うん、1シーズンでした人、それも130試合でだよ、はい、した人なんていうのは、ね、やっぱこうオープン戦とかでやると音もなく走ってくるよね。スーッと出て無駄がないから、うん、でね、やっぱ失敗する人っていうのはなんか走った姿がすぐ分かるというか、ブワーンと出てくるから、スタートの時に。だから松本さんとかもスーッと出てたよね。だから力みがない。ここでいかに力を抜いて低い体勢を保ち、膝に力が入ってるか、うんうん、爆発力を抱えてるかっていうことがすごく大事なんだ。そしたら中間層が伸びてる。そう考えると、うん、この中間層に関しては背が高いとちょっとこう不利だとかあるんですか？全然ない。あ、そうでもない、うん、あの背が高い低いは関係なく、うん、そのできるだけあのこっちに使わないで、それと腕の使い方が大切なんだよ。腕、はい、腕を振らないと足は走れないでしょ、はい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 、だからこう引くよりもこう出す人もいたよね、逆に。え、何の違い？普通さ、こっち向くのにさ、こう引いて向こうとするじゃない。はいはいはい、そうですね。そうじゃなくて、こう構えててこうやってわざと使う人がいたよね。パンパンとこの切り返しをパンパンとする、はい、早くするためにこうやったら普通の動作じゃん、はい、でもこれをやることによってこの引き手が速くなるという。そっかそっか。だからいろんな工夫があるんだよ。へー。でセカンドベースに直線的に走る、はい、まあここに足があるよね。やっぱこう直線にこうやって足がこう交互に入っていった方が速いでしょ、はい、速いって感じるでしょ、はい、でもスピードを乗せるためにはこうあったら4歩ぐらいまでこういう走り方する人いるんだよ。はいはいはい。あの襟曲げトカゲみたいなパパパパパーンって使う人がいる。はい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 。でもこれも一つの方法だよね。だからスピードスケートの、うん、スタートスタートみたいな感覚でこう使っていくと、うん、どっちも正しい。うん、どっちはあのどっちがスピードに乗るかだよね。その人これさ、いきなり直線に足を入れていくっていうのはすごく難しいことなんだよ、はいはいはい、高度な技術がいるんだけど、この足をポン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 と使うような感じでいくと早くスピードに乗れる人もいる。豊さんどうしたんですか？両方使った。え、両方？だから調子の悪い時とか調子がいい時とか自分の体調だとか。へー。あ、スピードがなんかこう練習の時も練習するじゃない、うん、スタートの練習とか、はいはい、その時あんまスピードが乗らないなとか、うん、はいはい、そういう時はこういうの使ったりとか。で土が柔らかいなとか、うん、あ、そうか。人工芝だったら大体こういうので走っても大丈夫なんだよ、うんうん、でも土の時今日柔らかいなとかさ、そういうのを思うとこういう走りちょっと使い分けはしてた。そうなんですね、うん、だから甲子園っていうのは、うん、やっぱ硬さがあるでしょ。はいはい。でまあここはベースあるよね、こっちがセカンドね、ここがベースがあるとしたら、こっちが硬くてこっちが柔らかかったんだよ。だからこの走路がもうめちゃくちゃ柔らかくなってるから、はいはい、走らせないために、だから一歩前に出て走ったりとか、その走路っていうのも土のグラウンドではあるんだよ。すごい、ものすごいいろいろ考えなきゃいけないですね。だから練習するときにどこが硬い走路なんだっていうのを覚えておくといいよ。やっぱ硬い方が砂地走るよりも硬いとこの方が走りやすいでしょ、うん、そうですよね。だそれと一緒で球場によっても違う。へえ。だから吉彦さんとか高橋よしこさんとかは教えてくれてた。だから前硬いからな、今日は今日は前硬いから。へえ。だから馬でも重馬場とかあるじゃない、はい、ね、うんうんうん、両馬場とか、うん、まあ土のグラウンドは特にそういうのがあったから、そこも考えながらこう走ってたことがある。へえ、面白い。面白いでしょ。面
面白い、うん、だからまあ人工芝だとねどこ走っても、うん、まあ大体平均的には一緒だけど、はい、まあ、土のグラウンドでやるアマチュアの方なんかは、うん、やっぱこの走路っていうのがあるから、うん、あの気をつけた方がいいと思う、いろいろあの見といた方がいい、確かめてね、確かめてから走ると、走るとね、はいはい、まあそういうことも一つの技術につながってくるということだね、うんうんうん、まあ走り方と、はい、この膝の送りでスタート、うん、これが大体できて、これでスピードがどっちが乗れて、はい、だいたい盗めたらセーフになるね。セーフですか？あのスライディングの技術とかはあんまいらない？いや、いるいる。あ、いる。めちゃくちゃいる。いる。それはスピードを乗せたものをそのまま、はい、あのスピードを殺さずにスライディングするっていうのは、接地面が少ない方がいいわけね、土と。はいはいはい。だからできるだけ近い方がいいわけ。ベースとベースに近くて、まあこのぐらいの感覚だったな俺は。バーンと足で止めて立つという。そんな早いタイミング、近いタイミングでこんなとこからスライディングしない。だいたいこのぐらい、50センチから70センチの間でスライディングをかけて、あでパンと立つ、はい、今リクエストがあるからそういう技術もごまかしにならないんだけど、うん、でもスライディングが近くて早く立つとセーフの確率が上がる。へえ、それなんでですかね。いや、もうやっぱこう早いっていう感じがするんだよ、見た印象が。そうだし、見た印象が。へえ、その感覚もまた難しそうですね。いや、感覚も難しいよ。コツはあるんですかそれは。ああ、それはね、練習で掴んでいくという。ああ、この距離感は、距離感はね、距離感、ゴルフだってそうじゃない。ね、距離感って教えられないじゃない、自分の感覚でしか。確かに。だからそういうので、距離感を掴んだ方が、うん、そしたら審判の目もごまかせる、まあ、プロはリクエストがあるからなかなかごまかさなくなってきてるけど、うん、昔はよくごまかしてたよ、スライディングで。へえ、うん、そうなの。カメラ入ってないの？入ってなかったの？どこ行ってたんだっていう話になるぞお前。すいません、いいんですいいんです、いいちょっとなくても。いや、まあだからまあそういうので、うん、まあ 3S スタート、スピード、スライディングね。で、第1回目の時に言った帰塁は帰塁じゃなくて帰塁方向に走るという感覚、うんうん、まあそういうものが身についてくると、まあ盗塁はしやすくなるし成功率は上がってくるということだね。まず取り組むとしたらやっぱり順番ですか、最初の。まあ順番、帰塁まずそこから、うん、だから気流に自信がないと、うん、あのスタートが切れないということ。確かに、ね、気流がもう完璧になってくるとスタートあと切るだけだから、それは楽になってくる。じゃあこの段階がありますね、うん、段階がある。クリアしてって次だ、やること覚えるんだよ。いや本当ですね、私びっくりしました、うん、だから一つ走るっつっても簡単じゃないんだよ。いや本当ですね、うん、なんかこう足が速いっていうイメージだけありましたけど、ものすごい、まあ、速い人は得は得だけどね、うん、だけど、まあ、1回目の時言ったように足が遅い人だって、うん、あの走れるよということで。そうか、うん、こういうコツコツ練習すればできる、できる、ね、希望ですね、うんうん、まあちょっと試してみると ね、 ね、いろんな違いが、この走り方なんていうのは、うん、本当に顕著に違いが分かると思うんで、はい、まあ、これでタイム取ったりとかしてみて、うん、ね、どっちが速くスピードに乗れるかとか、うん、そうですね、うん、まあちょっと試してほしいなと思います、うん、はい。